いきますよ、高瀬さんの顔まで3、2、1、ドン。じゃーん、これ可愛いですよ。え、なんかダメ、特徴つかんでない、ダメ、書いてくれてありがとう。書かれたから出てきた、イエーイ、イエーイ、固まってる。DNA のことは何て呼んでますか？高瀬さんです。高瀬さんと呼ばれてます。瀬さんです。改めて言うと何て呼んでいいんですかね。確かにあのセコンドで高瀬さんって言うと自分噛んじゃうんですよ。そうやな、高瀬さん。え、何でもいいよ、みゆきでもいいし、呼び捨てはやばくないですか？どんだけ通ずるし、みゆきさんでもいいし、みゆねでもいいし、はい、アクトレスで多いのはみゆねとみゆきさんが多いかも。ああ、うん、どうしましょう。でもうちも初めもともと梅崎さんって言われて、みっちゃん、みっちゃんなんかいきなり渋くなってみっちゃん。確かに。でもなんかあだ名とかあるんです。これみゆねはあれですか、うん、まあお友達の間とかでもみゆねなんですか？あ、うん、ね、友達の間ではね、あでもね全然活かせないけど、なんか何個かあって、みーたん、みーたん、猫みたいです、猫。確かに、うちの親は私のことをミーコって呼んで、ミーコし、今日会った友達は私のことをポンって呼んで、ポン。香川の人は私のことをキヨって呼んでる。なんで、なんの、なんで、なんで、なんで。ポンはポン、その子はもともとその芸能の学校みたいなところで知り合って、はい、一緒にやった舞台で私がアンポンタンのポン役だと、アンポンタンのポン役、それでずっとポンって呼ばれてて、で、キヨは、そうそう、今書かれてる平清盛役で香川県にいたから、そのスタッフさんとか香川で出会う人はみんなキヨって。清盛。そう。すごっ。改めて言うと、でも何て呼んだらいいか分かんない。じゃあこれで決めましょう。これで、え、これだったら何でもいいですか？これだったら何でもいい、何でもいい。でも3つけますよ、自分。あ、いいよ、いいよ。あの、もしこういう、あれで言っても。あと最近ね、その応援に来てくれるちっちゃな男の子はみゆみゆって呼んでくれる。かわいい、みゆみゆ。かわいい。かわいい。もうみゆみゆでよくないですか？かわいい。あの、ゆはちっちゃいゆで。あ、みゆみゆ。みゆみゆ。さすがに平の清盛は知ってますよ。でもちょっと鑑真とかぶるかな、みたいな。わかりますか？わかる。ちょっと鑑真とかぶりません。鑑真とかぶる。何？あの、ツルツルで。ツルツルだから。そうです、そうです。ツルツルで着物っぽいの着てるから。高瀬さん。かぶり、かぶりません。じゃあこれで自分との呼び方も決めてください。オッケー。ウケる。選び放題。高瀬フリーチャーはみゆきさん。何やっぱ間に。あ、飛んじゃった。間が長いよ。あ、出た、ポン。あ、みゆねーが多い、みゆねーが一番多い。じゃあみゆねーに、みゆねーさん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 だったらみゆねーでいいじゃん。姉さんでいいですか？姉さん強いですよ、姉さん。もう姉さんでよくないですか？もう姉さんかみゆねーで、わかりました、その場で。だってセコンドで姉さん、姉さんって言ったら姉さん、おっかなくないですか？なんか姉さん頑張って、姉さん、いける。これはニノ、ニノ、ニノファンがいる。男性にニノ人気なんだよね。そうなんです。なんか語弊があるけど。やばいやばい。デスマッチは見ないです。はるかちゃんの呼び名を決めましょう、皆さん。自分ですか。うん、梅崎さん、はるかちゃん。あとなんかあだ名とかあるの？あだ名は、うん、自分はるかちょって呼ばれてました。あ、はるかちょ。だから、はるかちょうで、うん、で、ちょを取って、ちょとか。あ、ちょ。ちょだけ。ちょ。春もありました。そう、春もあるし。うち応援するときに、ちょちょってやったらさ、ちょ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 
そう、チョウとかもあるし、ハルカチョじゃない、ハルカチョです。ハルカチョ、そうか、かな、はい。なんでチョがついたの？自分でつけました。あ、へえ。なんかツイッターとかの、うん、なんか名前をなんかみんなつけるじゃないですか、なんか自分のあだ名とか、そういうのでなんか自分でつけました。へえ、ハルカチョ、ハルカチョ。あ、チョチョタン、チョチョタン、チョチョタンはアイドルの時にメンバーに言われてました。うん、へえ、チョチョタン、チョチョのさーみたいな、チョチョのさん、あ、チョチョのさーみたいな、あの、あ、チョチョのさ、あ、何々、チョチョのなんとかみたいな。ああ、だからそういうのあります。そう、言われてみればありました。意外だね。やっぱあれだね、原型はなくなるんだね、みんなね。そうですね。ね、あ、ポンでしたっけ？ポン。ポンさん。ポン。ハルカチン。ハルカチン。ハルカチン。チョチョかわいい。チョチョは結構ね、梅ちゃん、そう。梅ちゃんはそうですね。梅。渋い、渋い、渋い、おばあちゃんみたいじゃん。梅子渋いな、梅子さん、梅酒みたいな、すげえな、梅酒、酒じゃないですか、梅酒。ちょっちゅね、ちょっちゅ、ちょっちゅね、津田梅子。渋い、渋いよ。梅さん、隣のちょちょろ、かわいい、かわいい。梅崎さんってアイドルやってたのはローカルですけど、梅崎さんの経歴を知らない人もいないじゃん。経歴、うん、なんでプロレスを始めようとしたの？ああ、プロレスずっと好きで、そのまま梅酒入ってる、そのままもうやりたくて入った感じですかね、好きで。ああ、そうだよね、確かなんかサリーさんを見て好きで入ったって。そうです、そうです、ね、最初の頃言ってた気がする。何になるんですか、これ怖いんですけど、梅子、うん、やだな、梅子、梅ちゃん、もはやはるかちゃんいなくなったから、それ、はい、はるかちゃんどこ行ったんですか、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。まだアイドルですよ、まだアイドルですよ。違います、アイドル、またアイドルですよ、アイドル。ちょちょちょたん、あ、ちょちょたんになりました。これがちょちょたんって応援する。恥ずかしい。ちょちょたん、ちょちょたん、いけー、いけー。やばい。ちょちょたん、ちょちょたん、いけいけ。意外とハルタンとかないんだね。ハルタンっぽくなくないですか。梅酒とかの入ってる。梅酒。チョチョ返せ、チョチョ返せ。まあでもチョチョ返せは言いやすいかも。チョチョ返せ見てる人ははってなりますね。なるなる、誰、え、誰誰ってなりますね。確かに確かに、うん、リングの時は気をつけてはるかちゃんって呼べるようにするけど、でも、あ、でも自分いいですか、普通になんかタク組んでて、うん、高橋さんあの試合してる時、姉さん返せ、姉さん返せ。分かった返せるかも、返せる気がする。姉さん、姉やん、返すよ。めっちゃいかついです、姉さん、やば。チョチョタンと姉さんやった。恋二人は呼び名、うん、明日のサインもチョチョタン、チョチョタンのサインはない。考えなきゃ、やん、チョチョタン。姉さんいいですね、姉さん、うん、ちゃんとサンもついてるし。呼びやすい。ちょちょたんになりました。ちょちょたんになりました。自分は対戦相手の本間選手になぜか呼び捨てで、うん、はるかーって言われるんですよ。へ、結構対戦相手の人に、うん、なんか当たる時とかもう梅崎って言われるんですけど、うん、本間さんだけはるかーなんですよ。初対面のに名前聞けないですかって言ったら初対面ですよね。びっくりしちゃうんですよね。初対面で呼び捨てされると、え、怖い。本間さんは距離が近いから、ね、くんって言ってるから。
とまああれかも、梅咲って言いづらかったのかも。ああかもしれないですね。4文字4文字だから4文字と3文字も大してそんな変わらないですよ。確かに確かに。極道か姉さん、極道ですね。もう大して変わらない、ね、プロレスも極道もそんな変わんない。すごい今怖い。梅子かい、梅子は却下されたから。梅子は却下ですよ。梅子じゃない。ちょたんらしいです。ちょちょたんです。みんなもちょちょたんって呼んでね。振り向かなかったらごめんなさい。ちょちょたんって言われて振り向かなかったらごめんなさい。確かに慣れるまでね、慣れるまでわかんない。なっちゃいます。私も多分あのはるかちゃん以外に姉さんって呼ばれても多分絶対振り向かない自信ある。ちょっと姉さん、ちょっとちょっと、あ変なキャッチが来たってなっちゃう。やばいやばいやばいってなっちゃう。そのお店には行きません。思っちゃう。梅子返せ、梅子返せ。梅子を流行らさないで、みんな。やだ梅子。渋いよ。